まあ、いらっしゃってる方もいると思うんですけど、はい、なんか関東在住の方も結構多いらしいので、ね、あ、そうなんですか、聞くところによるとスタイルは違いますが、どちらも明確なスタイルを持った者同士、嫌な流れを止めたいという中で迎えた第16節が試合が始まりました。そうですね、千葉が右です。はい、早めに入れます。これはあと、いきなり始まってまだ1分経ってませんが、山下主審が PK スポットを指しました。まあ、このクロスに対してですね、あ、まあ、構えるキーパーは小島、町野決めました、左の隅だったとは思いますね。まあ、時間やっぱりサイドのズレが遅くなってくるので、湘南もポジションの入れ替わりを今つく伊藤がパスにしました。谷口反転で出しさすがの伊藤亮太郎のパス、そして谷口の反転して、これもまた右奥野と、さあ小見が行く、おお行った、小見が入れてきた、ソンボム軍、さあ伊藤が蹴ります。おお、後ろ谷口がいた、また伊藤から谷口、逆転しました新潟、ストライカー谷口の2発したけども、完全に振り切られましたね。前に1回フェイク入れて、でそこから後ろに回ってた、中央からコンビネーションで入っていこうというシーンがちょっと見えてきました。湘南縦だ、上がった、小野瀬がいた、パスにしました、小野瀬打った、オフサイド、でした。競り合って、どうでしょう、左肩ぐらいですかね、はい、あとは渡辺の位置、そうです、おスコア、ゴール、ゴールです、オンサイドでした。阿部の崩し成立、小野瀬のフィニッシュ成立、湘南同点。伊藤の小さなパス、星です、星が来た、おっと、これはどうかな、ずらしましたが打てない、伊藤です、伊藤が打ちました、際どい、ずれる可能性はありますよ、これ。そこでどうだ、手前だ、ヘディング来た、ナイスキーパーズ、もう一回ヘディング、またソンボルゴム、見事なショットストップからのボールキャッチでした。少し探してから入れました。試合終了です。先制した湘南。